オーストラリアの西の果て、南北200キロに及ぶ絶景、世界遺産シャーク湾です。長い時をかけ変化に富んだ海岸線と海が作られました。すべて貝殻でできた絶景のシェルビーチ。半島の岬は真っ赤です。さらに海中に見える奇妙な岩の群れ、地球最古の生命体が潜んでいました。世界遺産絶景オーストラリア200キロの湾、6月6日午後6時。